レーザーヨングヨングくんはね、久しぶりだね。この間あれですよね、あの鳥居坂行った時にね、確かあの時はあれだ、目録の紹介したんだよね。目録、うん、あそこのパンフレット、あ、はいはい、それより前に確かそれの刺繍のね、ザードの刺繍、今回の Today is on the day ザード坂休み刺繍2です。はい、2冊目です。これでね、結構この中からね、ハズチャンネルが歌ってたり、あとサードがカバーしてるのがね、ありますからね、どれがいい感じの紹介できますか。今日ね、うん、歌ってない曲もあるけど、うんうん、あ、今日そうだ、不思議ねね、歌いましたね、セカンドシングルですよ、あれ、またハズチャンネルがね、幼い頃の確か不思議ねっていうのがね、うん、あったくらい、そう、不思議ねね、そうだ、これ爽やかでいいですよね、ちょっと切ない曲ですけど、うん、いや、まあ、ちょっとグリーと時が過ぎて帰ってしまう、すべてを変えてしまう、ね、そう、これね、全部ね、歌詞のサビが書いてあるの、うんうんうん、全部いいですよね、すごいよ、うん、ここもね、不思議も言うとね、ね、これ読みやすくてね、サイズ的にもあれですよね、電車とかでも読めるサイズですもんね、そうね、まあね、いろいろと見たんだけどね、うん、やっぱみんなあの、ほら、売れる思いなんて、そうそう、代表曲ですね、ねずみちゃんといえばね、ポカリセットでね、よくね、あの、今たちもね、必ず歌ってる、歌ってますよね、まだね、結構見て歌ってない人いっぱいあるんだけど、そうそうそう、なんかそろそろサードね、トリビュートでこうやるんじゃないかって感じよね、まだやってないのね、リーザー的にはね、これ歌ってほしいなと思って、うん、これはね、結構ここを開いて歌ってるし、うんうん、そうそうそう、代表曲です、これもポカリですね、あとこれね、はい、みんなもだんだんここを開いていく、まあね、この間ね、ビュー行きましたもんね、カーメンカーメンカーメンってやってきましたね、 CD テレビにも出てました、今見れますからアーカイブで見てくださいね、これは燃えたね、ね、これはみんな知ってるよ、オレンジ色っぽいのしたよね、ライトね、そう、あれ、あ、そうだね、うん、これもね、レーダー歌った時にね、知ってたとね、うん、はい、いいですね、これも多分歌ってたもん、うん、結構サードのね、この歌をね、聴いて歌っちゃってるから、ね、そうだよね、サードから入ってるもんね、ダーの時すごい早い歌ってるからね、うん、世代がね、どうしてもね、世代が違ったから、うん、次世代ですからね、なんか次世代のね、うん、人間だったからね、まあ、いろいろとあるんだけどね、そう、これちょっとね、もしね、はい、さあ、ゲットしたいんですけどもね、見ていただきたいですね、ちょっとね、後ろにね、こうやってあの、載せるからさ、年代と、ね、そのセルのね、歌詞のね、どの曲っていうのがね、いっぱいありますね、で、最後に泉さんのメッセージをね、こうしたように読んでもらって、いきましょう、はい、There is no time like the present Love is in Sakai ありがとうございます、そう、まあ、これもね、坂井さんね、いつもね、言葉をね、詩を大切にして、うん、彼女を思いを込めてね、そうですよね、ってこだわりすぎる詩、言葉だってね、この泉ちゃんがね、こうやって歌詞残してくれたことによってね、サードのね、デビュー曲とかね、あと乾杯とかね、そう、あと夏の声は、そう、今だからね、坂井泉さんが流星期の時に、うん、作ったけど、その曲を披露できずにお亡くなりになられてしまったけど、残るからすごいよね、今ね、はね、その遺産をね、あのサードがエンジン時間を超えてね、新しい世代でこうやってね、時を超えてね、会うっていうね、そうで、それをうちらもこうやって愛の伝道師ですね、歌詞を残してね、こういう作品がありますよって、やっぱりみんながやっていくといいですよね、そうね、だからみんなもね、その YouTube でさ聞けるってやつはさ、あると思うんだけど、やっぱりね、そう、ぜひとも CD とか、か本とかね、DVD とかね、そう、媒体でね、ちゃんとね、まあね、うん、やっぱね、まあね、まあね、買って聞くっていうのが一番いい、ね、そうそうそう、やっぱね、あれが違いますよね、そうね、時代によってあれですけどね、便利っちゃ便利だけど、やっぱりこうやって物としてね、残った方がいいと思いますよ、ね、やっぱり心っていうかね、形に残るのが大事だよね、うん、まあ、リーダーもさ、買ってない時もあるけど若干ね、それはそれ昔、全部は無理だからね、
ちょっとね、前回は無理だけど、うん、できる限りね、そう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 、買おうと思ってたけど、うん、やっぱね、絶版みたいなのもあるのよ、やっぱり。そうなのよ、だからなかなかね。で、そうだとね、買おうと思っても、それはもう、生産ね、されてないって部分もあるよね。うん、まあでも、機会があればね。そうそうそう。ということで、うちらもあれですよね、さっきも言ってたけど、ね、来たる23日ですよね。そう、23日。ゼップ羽田で。もうこの間あれでしょ ?10 日 ?11 かな大阪でもね、難波でやってますからね。大阪の方はもうやってますよ。10日に。難波ですか、ね、難波と羽田だから。もうすでにやってるよ、サード。難波。うん、ゼップ難波。ああ、難波か。懐かしいな。レーダーの横に難波行ったわ。あ、ほんと?レーダー結構大阪行ったから、難波のとこへ、ね、溜まったよ。旅館に。次はだから羽田ね。そう。行きますからね、うちら。そう。一昨年にね、あそこでね、ビーズがね、5週間連続ね、配信ありましたからね、ゼップ羽田で。そう、今回サードはね、いい日取れてるよ。ねえ。どこが取れてるかなまあ、レイさんまだね、チケットをね、どこの店か見てないんだよね、実は言うと。来てからの楽しみだ。そうですね。来てんやな。あるんだけど、うん、見てからの楽しみだから、ね。そうですね。さあ、どっかな。楽しみですよね。いやー、どっかなあとは何の歌かどうかがね、前がいい、楽しみですね。できるな、前がいいな、うん、そうですね。みんなよく見えるからな、うん、何の歌やるかね。まあ、日の名残の中に入っている曲が、うん、そう。多分クリスマスソングはちょっと時期的な、まあ、時期はまだね、ちょっとね、12月の方だから、うん、多分ちょっと早いよね。だけど、まあ、その他のでもわかんないよ、もしかしたら。だって前さ、マライア・キャリー行った時かな、10月だったんだけど、武道館で。その時、あれ歌ったよ、 All I Want For Christmas Is You 歌ってたから。10月はだからもう季節的には別に間違ったりないんじゃない。クリスマスへ向けてっていう感じで。ハロウィンって歌うかもないよ、うん、まあわかんないけどね、うん、歌ったらいいなぐらいの。そう、日の名残とか歌って、あとはまあその1個前のアルバムとかの中から何曲かと、そうそうそう、ね、トリビュート3からの曲をね、うん、何曲か歌うと。まあでもできればね、サードのオリジナルいっぱい聴きたいですよね。オリジナルもうだっていっぱいあるからね、うん、まああとは恋愛的には、うん、トリビュート4の発売も、そう、多分ね、あるんじゃないかなと思ったんだけど、分かんないけどね。まだね、常ゆみさんの曲も何曲カバーしないとあるから、うん、だって153曲あるんだから、まだ全然足りないでしょ。足りないね、うん。いやー、なんかね、またね、リクエストでもね、答えてあげてもいいかもね。そうね。なんかよくね、言うからね、ツイートでもいいんで、なんか、投票みたいなものをね、して私たちに来てくれると、そうですね。嬉しいですって言ったら。本当ですね。みんなもね、なんか、聞きたい曲、うん、あったら、投稿じゃなくて、投票、うん、してみて、ボート。いいですね。ピッてね。そう。じゃあ、あとは、今は、まあ、コロナもね、そう、だんだん上がってきてるからね。接種証明書、うがいマスク、ソーシャルディスタンス、ワクチンを打っても人にうつってしまうってことね。この辺を忘れずにね。そう、もうだんだんみんな基本忘れるからね。そうそう。なんかね、マスクの写真とかね、非常に多く見えるんだよね。でもね、これはね、そのね、拡大がやばいと。そう。もう尾身さんあれですよ、もう。第8波の心配してますよ。これからほら寒くなるとね、また。そうなんですね。これがね、インフルエンザのザクラタックっていうのがあるからね。そうね、だからね、まあ、危ないっちゃ危ないんだけど、そこをね、みんなね、協力者に行きないとね、ライブもできなくなっちゃうからね。そうですよ、結局は。またね、規制になってくるとね、いろいろね。自粛を得るよ。そう、でもないとは言えないからね、また。そう、まあ自粛あっても得るんだよ、なんか。よくあれから変異しないと思わない?オミクロンのままじゃない?未だに。オミクロン随分長いよ。ずっとこうやって変わったのに出るとかからさ、いろいろさ。だからもしかしたら、これはもう最終形態かもしれないけど。いや、そんなことないよ。収まることはないするよ、やっぱり。ずっと。だから、まあ、うん、なくても、こうライブがね、うん、あっていくってことは、絶対に、かなは確実に収まりつつあるというね、レベルだと思うんだよ、うん、ね。でもね、危険な状態を察知してた方がね、何しろ。はい、まあ、急に入ってきた時にね。だからね、できるだけね、ちょっとね、旅行も行けるけど、極力下げてくださいね。そうですね。他県に行っちゃうとすぐもらうからね。そう。じゃあ、まずあと10秒なので、
カズチャンネルレザー登録ね。お願いします。最近ちょっと増えてないので、またちょっとね。そう、お願いします。あと969人お願いします。はい、登録お願いね。ピー